はい、では続いてナイトシリーズのマスターをやっていきます。イーストテンサイドスネークサーキット、イーストテンサイドの音楽大好きです。ただここやってみたんですけど割と難しかったですね。ああ、よし抜けるかな。ちょっとこの微妙なこのスピード、よし OK。よし、そう、あの辺りで結構詰まってる場合が、まあコーナリングうまくないんでこの辺りでも抜けるたりするんですけど、よし、そこそこ狭いんですよねこの辺。来てるよね、どっち？ OK かな？よし。これは外側から向く。あ、あぶね、え、ちょっと、あ、今の、もしかして後続がキラに触れたか。びっくりしたわ。いきなり600キロぐらいになりましたよ。曲がれたからよかったけど。よし、来てる来てる、 OK。 無理しない、はい、よし。あ、ちょっと危ないかも、うん、この先のこのカーブ多分危ないかもしれない。よっしゃ、二つはやんない。うん、危ないっす。来て、OK。ふぅ、よかった。ビーコンポートクロスロードサーキット。よし、ここもあのひどいミスしなければ負ける要素は皆無です。よし、乗るか、よし。あ、ちょっと遅かった、警戒すぎたね今。あぶね、クロスロード、あぶね、困るんだよなこういうとこ言うと。よし、オッケー。どっち行っても、あぶね。オッケーですね。あぶね。まあ今の触ってもよかったかもしれないけど。あ、無理。ふう、なんとか。この位置はあかんでしょう。うわ、これ。
まあいい、まあいい、まあいい、はい。乗れてないね、OK。おう。あ。ふぅ。まあ欲張らない、はい。安全運転、安全運転。シノバズ、シノバズ、シンパシー先と、まあアクセントどれが正しいかわかんないけど。基本的に最難関と名高いです、ここ。おっと。カーブが甘いぞ。おっと。うん、結構いいな。来てる。ピット入ったか。あ、来た。まあカーブで抜けるから問題ない。そうしちゃった。オッケー、ナイス。よし、なんとかなった。来てるよね。オッケー。まあ爆弾で加速もできるんですけどね。おっと、あ、これダメージゾーンです。よし、もう一丁、もう一丁来る来る来る、大丈夫。ああ、無理だな。しょうがない。ちょっと次次第ですね。ひとまずご視聴ありがとうございました。惜しいな。